新幹線があっちこっちできるのはいいんだけど、日帰り出張が増えて辛いんだよね。たまには、のんびり温泉にでも使って癒されたいんだけど、今日の出張も日帰りなんだよな。本当はこんなとこに来なくてもよかったのに。キメイマル頼みがあるんだけど、いいか？課長なんですか？悪いんだけど長野のウバステワイナリーでシードルワインの酔いのを仕入れて、満腹旅館さんに届けてほしいんだよ。ちょっと手違いがあってシードルとワイン間違えてクレームになってな。それって課長が担当したんじゃないですか。悪いが俺は部長と焼き鳥カンパニーさんと接待があるんで頼むな。頼むって、結局いつもの課長の尻拭いじゃないですか。わかった、言ってくれたら明日は特別に休みをあげよう。え、休みですか。なら行きます。って来たんだけど、新幹線を経由して約3時間、ここは長野県の塩尻。空気はうまいし、山並みも綺麗でいいなぁ。長野県塩尻市にある JR 塩尻駅は、東京駅出発し、甲府、諏訪地域を経て塩尻駅に到着する。中央東線を走る特急あずさは、この駅から篠ノ井線へと乗り入れて松本駅へ向かう。一方、名古屋駅を出発し、中津川、木曽地域を経て塩尻駅に到着する中央西線を走る特急。信濃は、この駅より篠ノ井線へと乗り入れ、松本駅を経由し長野駅へと向かう。つまり塩尻駅は長野の要所でもある。そしてアルプスワインの看板あるように、ここ塩尻市はワインの名産地だ。そんなことよりも、とりあえず腹が減った。そういえば、ここには有名な駅そばがあるじゃないか。塩尻駅の駅そば桔梗は、味もそうだが日本一というものがある。駅構内からそば屋にアクセスすると、大人二人がやっとのカウンターがある。それが桔梗だ。実はこの桔梗は日本一狭い駅そば屋として有名だ。改札内からアクセスすると大人が二人でもきつそうなカウンターがある。知らなければ、倉庫など業務用のスペースとしか思わないな。看板の注意書きには、室内が満員の場合、お手数ですが改札を出て待合室側のカウンターをご利用ください。なんてあるぐらいだ。まるで押し入れの中で食べる感覚だな。狭いんだけど券売機が設置され、メニューも貼られているからいいな。ちなみに車内で食べられるように、50円で持ち込み容器も販売しているぞ。さて、何を食べようか。安曇の葉わさびそばもいいな。でもがっつりと食べたいから山賊そばにしよう。山賊そばの山賊とは、信州名物の山賊焼きのことで、鶏の一枚肉をニンニクなどのタレに漬け込み片栗粉をまぶして揚げた料理なのだ。昔は油が高価だったので少しの油で揚げ焼きしていたから山賊焼きなんだ。ということでここはがっつりと山賊そばを頼もう。おばちゃん、山賊そばちょうだい。はい、お待ち。おお、こやすごい。山賊が木からはみ出しているぞ。こやボリュームもあるし、がっつり飯の域だな。そばも田舎そば風で好みだな。つゆも出汁の効いたつゆの香りがするぞ。カツオがベースの出汁が効いた濃いめのつゆは、返しの塩梅も絶妙だな。出汁の香りが鼻を通って抜けていくぞ。そばは冷凍麺を湯通ししたものだけど、平打ちの太麺だが喉越し良くて歯触りもいいな。まさに、駅そばとしてはトップクラスのうまさだ。信州のそばはやっぱりうまいな。おばちゃん、ごちそうさん。さーて、仕事を片付けて明日の休みを楽しもう。って、明日は土曜日で最初から休みじゃないの。